寒かったろうに、風邪ひいちまうぞ。以後気をつけます。それにしても今日はずいぶんにぎやかだね。電話で言ってたお友達？ああ。明けましておめでとうございます。お邪魔してます。あら北村くん、おめでとうございます。今年もリュウちゃんともどもよろしくね。こちらこそよろしくお願いします。ヤスコ、同じクラスのノトとハルタ。あらあら、はじめまして。いつもリュウちゃんがお世話になってます。ノトです。今日はお招きいただいてありがとうございます。あ、ハルタです。タカちゃんのお姉さんですか？いくつに見えます？ズバリ23歳。あったり。当たりじゃねえ。結局安子はいつもそうなのな。あん、リュウちゃんネタバレ早すぎ。Spoiler alert。ネタバレ？いや、聞いてたからよかったけど、絶対勘違いしますって。うん。実は俺も野戸や春田の反応が楽しみだったんだ。ほら、リュウちゃん、ちゃんと北村くんと打ち合わせしといてよ。はいはい。嘘つきはエンマ様に舌抜かれちまうぞ。ほら、余計なことするから春田が混乱して固まっちまってるじゃねえか。全然わかんないよ。何がネタバレで何が勘違い？ヤスコは俺の実の母親だ。あ、改めまして、リュウジの母のヤスコです。気持ちはわかるぞ。俺も初めてヤスコさんに会った時は驚いたもんだ。惚れる前に分かってよかったな、アルタ。 Maybe too late for that。 ほら、いつまでもアホな話してねえで飯にすっぞ。今夜は水炊きだ。タカちゃんが記憶喪失。声がでけえ。下の大家はイコールが早いんだ。でもみんな知ってたの？なんか反応薄くない？もっと驚いたりしていいんじゃね？っていうか、今まで知らなかったことの方が驚きだよ。そういえば言ってなかったかもな。けどそれなりに話す機会はあったはずなんだが、ずっと気づかなかったのか？全然。今夜は高須の記憶探しも兼ねての集まりと聞いていたんだが、なんだ、春田には言ってなかったのか？あー、そういえば言ってなかったかも。なんか今日は俺っちみんなにはめられまくってるよね。やっちゃんのこともそうだしさ。何言ってんだよ、あれですっかり打ち解けてたくせに。なんだよ、やっちゃんって高須のおふくろさんだぞ。けどさ、お仕事モードのやっちゃん、やっぱ高校生の親には見えなかったよな。すげえよな。やす子の店に行けばいつでも見られるぞ。ま、酒が飲めるような年になってからじゃねえとまずいけどな。分かった、大人になったら稼ぎまくって常連さんになるよ。 Of course。 よかったな、高須。これでヤスコさんの店も安泰だ。いいのか？世の中ギブアンドテイクだ。俺たちもそろそろ今夜のギブの部分を果たさんとな。とりあえず俺は高校に入ってからの写真を持ってきたぞ。 That's a book, not a photo. さすが大先生、準備がよろしい。記憶探し？ごめんよタカちゃん、俺何にも協力できなさそうだ。っていうか、むしろ俺の記憶も探して。俺に言うか、それを。とはいえ、何がヒントになるかはわからないぞ。ほら、ハルタ、一緒に写真見て何か話してやったらどうだ？そうだよ、ハルタ。俺だってそんな大したもんは、とりあえずパソコンに保存してた写真とか携帯に写して持ってきたけど。ああ、携帯の写真か。それなら俺もあるかも。なんつうか、
みんなありがとな。よし、写真を見てる間に俺は高須の部屋を少し荒らさせてもらおう。何かヒントになるものがあるかもしれん。Just gonna go through your room and find stuff. そんなの見つかるようなところにあるわけないだろう。なるほど。男同士でもあっち方面の思考をさらけ出すのには躊躇する方だったか、高須は。まずそこに発想が行くのはどうかと思うぞ、北村は。高須さ、話してて思ったんだけど、なんかもうほとんど大丈夫なんじゃない？とりあえず高校入ってからのことは大体思い出せるじゃん。そうか？まだ今一つ不安なんだが。あまり細かいことは俺だって忘れていることもあるぞ。全部覚えてる方が異常なんだし、とりあえず大まかなところは大丈夫だと思うが。どう？なんつうか時間の流れみたいなのはつながった？そうだな、あんまり昔のことは思い出せるもんでもねえんだろうし、ここしばらくはだいたいつながった感じだ。ま、俺たちにできることはこの辺りまでだろうな。共有している記憶はだいたい埋まったと思うぞ。二人ともありがとな、本当に。気にしない気にしない。と、もう一人協力者がいたはずなんだけど。ハルタはさっきからベランダで何をしているんだ？ Oh no. Oh no. ハルタ、何してんだ？ This is bad. 視力の限界に挑戦中。だからさっきも言ったろ。見つかったら怒鳴り込んでくるぞ、タイガのやつ。大丈夫。明かりついてるけど人影は見えないし、それにほら、あれって絶対パンツだよね。なん？ほら、あの窓のとこの白いの、さっきチラッと見た時から気になっていたんだけど、ここに来て確信したよ。Bad idea. あのパンツだ。やっほーい。た、確かに。ってそうじゃねえだろ。おー、それっぽいね。うん、パンツだな。な、お前ら、北村まで。お前止める側じゃねえのか、こういう時は。だがしかし、女子の下着類に興味を示すのは男子として至極当然、健全極まりないじゃないか。だよね、さすが大先生、話がわかる。興味ないってのはむしろ失礼に当たるよね。お前らつうか元はどこの外国人だよ。なんかさ、手を伸ばせば届きそうじゃね。 Don't do that. ロックも開いてるし。おいこら、何考えてんだ。ちょっと試してみるだけだって。よっ、あっ、よせ、晴れた。やめるんだ、危ないぞ。けど意外と、あっ、あっ、Let him fall. あ、じゃねえだろ。おお、なんとか大惨事は免れたようだな、よかった。よくないよ、これ全然身動き取れないよ。いいから騒ぐな。お前この状況見られたら通報されるぞ。そっか。とりあえずこの高さならはしごを足場にして降りられるだろうか。だね、高須、下の大家さんに借りられる？いや、この時間はもうまずいし、それにこんなのバレた方が余計まずい。どこか近くで借りられるようなところは、どっ、だったらこの近所に生徒会の後輩の家があるんだ。早速行ってみよう。いきなり行って平気なの？歩きながら電話する。事態は一刻を争うからな。悪いがのと、一緒に来てくれるか。当てが外れたら他を当たらなくちゃならん。了解。高須はハルタについててやってくれ。ハルタ、しばらくの辛抱だからな。Literally。わかった。頼んだぞ。任せとけ。高須も頼むな。おう。高ちゃん、なんかごめんね。それは後で。みんなの前でたっぷり聞かせてもらうから。
それより耐えられそうか。それは平気だよ。ほら、この出窓のとこちゃんと掴めるし。そうか、しばらく我慢しろ。多分ずっと大丈夫。このままいつまでもいられるくらいだぜ。そうか、だったらいいんだが。しかしそうなると今度は、あのパンツの方が気になる。いや、いやらしい意味なんかじゃないぞ。そうじゃなくて、こう整理整頓の気が騒ぐというか。誰に言い訳してるんだ俺は。たかちゃん、何ブツブツ言ってんの。いや別に。まだ落ち着け。いやだが、花も恥じらうという年頃の女子のパンツがこうも野郎どもの目にさらされているというのはいいのか。いかんだろう。いっそタイガに電話して。いや、そんなことしたらハルタが殺される。間違いなく。It's gotta leave a B. タカちゃん、ハルタ、その体勢のままずっといられそうだって言ったよな。言ったけど。人を乗せても平気そうか。No, don't do this. どうかな、いけるんじゃないかな。よし、ハルタ、ちょっと上通るぞ。マジ？Right in the butt. すまん、すぐ渡るから。早く早く早く。腕欲しいな。俺落ちる。なんとかなるもんだな。いや、なってないから。タカちゃん、何考えてんだよ。し、結構声響いてる。気づかれるぞ。This is going to end very poorly. Because obviously. しかし、何なんだこの散らかりっぷりは。いや、わかる。わかるぞ。リビングの方をひとまずきれいにしようとして、なりふり構わずこの部屋に放り込んだに違いない。タイガがバタバタしてる姿が目に浮かぶぜ。おっと、ここで整理し始めたら、侵入した後を残すようなもんじゃないか。とりあえず、うちから見えてたパンツだけは移動して、これくらいならバレないだろう。よし。ハルタ、きつくなったらこっちから腕を支えてやるから、行ってくれ。部屋に引き上げるのは失敗するかもしれんから。そのために渡ってくれたの。そうだったんだ。ごめんよ、タカちゃん。一瞬あのパンツが目当てかと思っちゃったよ。ま、とりあえず北村たちが戻るまでおとなしくしていようぜ。オッケー。なんたる罪悪感。どうしたの、タカちゃん。いや、なんか隣の部屋から大声が。自分だけスランカーなんだ。もうふざけんな。あの声は川島？タイガと喧嘩してんのか？ I mean, should you be surprised by that? タカちゃん。いや、急に静かになったぞ。ごめん、ちょっと頭冷やしてくるわ。しばらくほっといて。